先日の参議院予算委員会での反省をします。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。 はい、ただいま、10月28日金曜日ですね。まあ、日付変わったところでございます。で、私はですね、はい、あの、先週と今週ですね、10月20日は木曜日で、はい、今週は24日月曜日ですね、参議院の予算委員会で質疑に立たせていただきました。で、まあ、このね、動画に関しては、あの、はい、YouTube 上に掲載をしております。 で、まあ予算委員会にですね、まあまず質疑に立てたということについてはですね、えー、まあ多くの皆様が NHK 等を支持してくださったがゆえのことでありまして、まあ私にですね、貴重な経験をさせていただいたこと、大変 感謝申し上げます。ありがとうございます。はい。でですね、まあ、参議院の予算委員会というのはですね、まあ、衆参も、衆議院もそうなんですけれど、はい、NHK の中継があるわけなんですね。で、はい、あの、まあ、予算委員会、今回も私の質疑に立ったときはですね、はい、NHK の中継があったということで、はい、あの、大変大きな反響を呼んでおります。というか、まあ、あの、はい。 まあ私自身にはですね、あのテレビ見た人からの声というのが、まあ直接は伝わりにくいんですけれど、まあ党の方にですね、えー、まあ,あるいは私の議員会館の事務所の方にえですね、その反響のまあ電話がまあ寄せられておりますので、まあ、やっぱりね、テレビの力っていうのはね、すごいんだなという感じはいたします。えー、予算委員会ね、まあ、いずれも私の質疑した時間がですね、まあ夕方の時間で、まあ比較的 まあ、テレビは見やすい状態だったのかなという気はします。まあ、あのね、サラリーマンの方とかはですね、はい、なかなか、ええー、まあ、見れる時間じゃないのかもしれません。帰宅前かもしれませんけど、けれど、まあ、でもね、あの、指示のニュースから、ニュースで、まあ、あの、放映されたとかね、聞きましたので、<laughs> 聞きましたので、まあ、それなりにですね、多くの方が、まあ、見たのかなという気はします。で、 あの、まあ、10月20日はですね、えー、まあ、質問時間がね、あの、10月20日と24日で全然違ったんですね。10月20日は結構長めでですね、まあ、トータルで20分以上でした。はい。まあ、本当はね、あの、片道方式で12分ということなんですけれど、まあ、ちょっとその説明はもう省きます。で、24日はですね、まあ、トータルで、ま、8分以内という、 まあ状態でですね。まあまあそういうことでございました。で、えー、当初はね、20日だけだったのかなという気がするんですけど、で、20日の後に24日がですね、まあ突然入ったという形でですね、まあ初のね、20日のまあ予算委員会で、まあ結構ね、あの、勢力を、勢力というかね、あの、まあとにかく力を使い果たしたというところもまああってですね、えー、24日はちょっと ちょっと、おいおいおいって感じだったっていうのはね、正直なところはあるんですけれど、まあでもね、あの、まあでも8分とはいえですね、まあ結構貴重な時間だったということでございます。で、えー、まあ反省内容としてはですね、24日の、まあ、質問内容をもうちょっとね、あの、変えてもよかったかなというところですね。で、あの、 まあ質問内容をですね、ちょっとここで振り返っておくとですね、20日の質問内容っていうのはね、あの、まあ、まずね、まあまあ、大きく3つに分かれるんですよ。はい、ね。えー、まずはですね、NHK に関するお話ですね。まあ、我々 NHK と、えー、NHK から国民を守るとからですね、えー、まあ、 その、なんつうのかな、まあ、本質といいますか、そういうところはね、あの、基本的には、ね、変わっておりませんので、まあ、一番初めに持ってくる質問は、やっぱり NHK のことと、をさせてもらいました。で、まあ、それからですね、えー、まあ、税金のことですね、重い重税の負担。 ということで、まあ国民負担率ということで、まあ社会保険料も含める、含めて話で、えー、国民負担率という言葉にさせてもらいました。で、えー、3つ目がですね、はい、規制のお話になります。はい。で、まあ、あのー、まあいずれもね、国民負担率、まあ、重税の負担もですね、あるいは規制に関してですね、こと、こともですね、いずれも我々の、まあ自由をね、奪うようなことなので、まあその自由、 自由度がね、どんどんなくなっていくことがですね、まあ国にとって、えー、国の活力が失う原因になっているのであろうというところでですね、まあそういうのをね、えー、逆に取っ払って、もう自由にしてしまいましょうということでお話の方をさせてもらいました。えー 高度経済成長を築いた、まあ池田隼人というですね、まあ内閣総理大臣えが、まあいるわけなんですけど、その人はですね、そういうことをやってたんですね。あの、まあ税金を下げてですね、まあ国民を自由にして、まあ自由貿易とかもね、あの結構推奨して得たということでですね、まあちょっと、まあ大雑把に言うと、まあそんなところになりますので、まあ池田隼人と、 最後ね、引き合いに出して、まあ、岸田さんに、えー、質問をしたということになります。あの岸田さんの派閥のですね、宏池会っていうの、ね、広ヒロに池と書いてね、宏池会って、えー、言うんですけれど、でまあ、その池田勇人元首相はですね、はい。 えー、その高知会という派閥をですね、まあ、創設者なんですね、だから岸田さんもですね、えーまあ、その流れを組んでいると言えるわけでですね、でまあ、実際岸田さんも池田勇人を尊敬していると言ってるんだから、そういう報道があったので、じゃあ、あの池田さんにのは習ってですね、はい、国民負担率下げて、まあ、規制を、ね、緩和していったらどうですか。 ということで。まあ、それで国民所得倍増計画進めりゃいいじゃないですか。ということでですね。まあ、池田隼人さんが、あ国所得倍増計画をですね。まあ、当初10年の予定だったんですけど、それをね、7年でね、達成したんですよね。はい、まあ、まあ、それをね、岸田さんも <laughs>、 池田隼人さんに習ってやったらどうですかっていうのが、まあ、あの、10月20日の、まあ、質問内容となるわけでございます。まあ、そこにね、あの、多くの評価を、まあ、いただいたっていうのはね、あの、まあ、あの、私としては大変嬉しいところでございます。で、まあ、まあ、とにかくね、あの、10, 10月 20, 20日の質問に関してはですね、まあ、結構、まあ、練ったわけですね、えー。練ったわけでですね、まず、 この10月20日の質問内容についてはですね、すごいいい評価がね、あの寄せられているわけでございますが、まあ、24日はですね、ちょっと一風変わってですね、はい、まあ質問8分しかなかったので、えー、ちょっと、 あの、まあ、その当時、ちょっと、あの、問題になっていたというか、まあ、山際大臣のねですね、発信方法とか、うん、ちょっとどうかなと思ってたので、まあ、政治家のね、情報発信のに関する方針とか、いうことをですね、まあ、質問の方させてもらいました。こまあ、こっち、こっちはね、まあ、要は、あの、自分自身の YouTube チャンネル作って自分でち,ょちゃんと発信しろっていうことなんですね。NHK 党の、まあ候補者であれば、やっぱりね、それは、 結構、まあ皆さんがやっていることだと思います。けど、まあまあそうなんですけど、ただ、まあ山際大臣ね、あの当時辞めてなかったんですけど、辞める直前だったので、えー、そこをしっかりした方がいいですよと。はい。あのー、山際大臣 YouTube チャンネルあるんですけれど、全然ね、更新されてなかったんですよね。あの、衆議院選挙の最終日、えー、にまあ更新されててですね。はい。えー、選挙最終日に更新、えー、がストップしててですね。まあまあ <laughs>、 して、してて、ずっとそのままっていうのはね、あの、まあ、よくあるあるなんですけれど、ちょっと有権者からすると、ちょっと感じが悪いなっていうのがあるので、その辺をね、指摘させてもらったんですけれど、まあ、でも結局、まあ、なんだかんだ言って、ま、ヤムギア大臣、あの、えー、予算委員会の後にね、受任をされてしまったということでございます。まあ、というですね、まあ、まあ、そういうね、質問させてもらったんですけど、まあ、 まあちょっとね、こちらの質問内容についてはね、まあもうちょっと別のものでも良かったかなと思います。まあ我々にとってはね、我々政治家としてはすごい重要な話なんですけれど、まあただ国民にとってどうかというとね、ちょっと若干そこはずれるようなところもまああるのかなと響か、響きにくいところもまああるんじゃないかなという気はします。まあ20日に比べ、20日のあの時のまあ質問内容に比べるとちょっと少し 響きにくかったのかもしれませんということで、まあそこ、そこの点をね、まあちょっと反省の方をしているということでございます。まあせっかくならね、20日の質問内容で、まあ質問しきれなかったこととかね、まあ補足事項みたいなところをですね、まあ聞いてみても、まあよかったんじゃないかなという気もしますし、まあ一方でね、あの最近私が えー、関心を特に持っている、まあ、行政評価ということをですね、えー、聞いてもよかったんじゃないかなと思います。えー、まあ、このね、行政評価多分日本政府の方はね、全然しっかりできていないと思うんですけれど、まあ、各地方においてはですね、地方自治体においては、えー、まあ、少しずつ進んでおりまして、で、結構優れた 行政評価、評価表を出しているところっていうのが、まあ、あったりするわけなんですね。行政評価、評価表をね、あのしっかりと出してくれると、まあ、あの、あの、まあ、無駄を省くことになるわけですね。まあ、この仕事をですね、えー、まあ、これは仕事はすごくいいとかね、あの、すごく、まあ、税金を投じる価値がある。 とかね、あのこの仕事はまあ税金結構投じられてるけど、あんま効果ないなじゃ、あ来年から辞めてしまえとかね、そういうことになったりするんですけれど、うんまあ、その 日本全国の自治体でですね、この行政評価の取り組みっていうのは少しずつね、まあ、進んでいるわけでございます。あの、まあもちろんね、全くやってないところもね、あったりする。全くやってないわけじゃないんだろうけれど、まあ公表してないところもね、結構あったりするんですけど、まあやってるところはやっててですね、その辺は、 結構関心を持ってやってる、関心を持ってる、ね、ところなんですね。例えば、茨城県の中市っていうのがね、あの、すごくいい行政評価表を出しているわけですね。あ,あとは、西宮市かな。兵庫県西宮市も結構いい評価表を出しております。まあ、しっかりと、まあ、どれだけのお金を投じて、で、それはどれだけの人に、まあ、影響があって、どういう効果を出しているのかとか、ね、そういうところをね、しっかりしていてる。 まあそういうのはね、中市であったり、西宮市っていうのは、しっかりされているということですね。まあ、それをね、あの各自治体、えー、しっかりやればですね、この行政が効率化しますし、あと、税金を下げることには絶対つながっていきますので、まあ、住民にとってもね、あのまあ、お互い政治家にとってもすごくいいことだと思います。日本 まあ、要はね、それで、まあ、日本全体にとって良くなります、と、良くなると思います。まあ、ね。で、えー、まあ、おそらくなんですけれど、ちょっとね、あのー、その、先ほど話を上げたですね、中市であったり、西宮市のようなあ、優れた行政評価を日本政府が今度しているのかというとですね、まあ、ちょっと、それはね、うん、多分できてないです。はい。できてないと思いますので、えー、まあ、今、 そういう話をね、もうしてもよかったかなと思っております。はい。まあまあ、それはね、もう24日の質問内容についてはもう後の祭りといいますか、今更変えることはできませんので、まあ、反省をですね、まあ、次に活かしていこうかなと思っております。まあやっぱりね、あの、NHK 中継のある予算委員会はもう特別ですね、えー、ということなので、 まあ、その特別だということを、まあ、意識した上で、まあ、質問内容をですね、まあ、構成していこうかなと思っております。でですね、私が、まあ、24日の参議院予算委員会で、えー、まあ、さっき言うた、ようた政治家のね、情報発信の方針とか、そういうことをね、質問してるときにですね、後ろの席でですね、まあ、石垣のりこ議員がですね、 はい、えー、これは、予算委員会で質問するようなことなのか、とかね、そういう愚痴をですね、私に聞こえるように、まあ聞こえるように言ったのかわかんないですけど、まあとにかく私には聞こえたわけでございますので、まあちょっとこういうことについてはね、うん、まあ私に対する、対して、まあ喧嘩を打ってきていることでもありますので、えー、政治の世界ではですね、まあやられたらやり返すことというのは、まあ常であります。まあ正直ね、石垣のり子議員に、 質問内容をですね、まあ、ディスられるっていうのは、まあ、私にとって、うん、まあ、ちょっといろいろとね、思うところがあります。まあ、はっきり言ってしまうと、石垣紀子議員にね、言われたら終わりだと思いますので、えー、ちょっとその辺は、えー、まあ、何らかの形で、えー、まあ、お返しの方はさせてもらおうと考えております。まあ、いくらでもネタはあると思いますので、えー、まあ、いずれにせよね、あの、国民の ためにななるようう、ねまあ、質問の方はまあ今後も、ね、あの考えてい,っていこうと思っておりますというわけで、えー、今回の動画は以上になります。まあ、ちょっとね、あの長々とという形でしたけれど、とりあえず最後まで <laughs> 見ていただきましてどうもありがとうございます、えー。というわけで、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。 はい、えー、国民、えー、NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、えどうもありがとうございました。